どうも、にゅちまです。今回お話しするのはこちら。映像系には手を出すな。NHK でアニメ化が決まり話題になっています。今回はどういう作品かざっくり3分で語りたいと思っています。簡単なあらすじ、湖の上にある芝浜高校を舞台に、アニメ制作に情熱を注ぐ3人の女子高生が奮闘する物語。独特な世界や作品の魅力とアニメに高まる期待の理由についてピックアップしてみました。その1、世界観。主人公たちの通う学校を含めた世界観は独特。湖に浮かぶ芝浜高校や巨大な水路、荒廃した建築物など作中で言明されていませんが、そのいかにもな雰囲気は想像力がかきたてられ、またそのような環境で創作に励む学生にはどこか羨ましさを感じてしまいます。その3、女子高生3人組。天才肌で自由奔放、そして極度の人見知りの浅草みどり。彩色兼備な風貌だが大胆で好奇心旺盛な水崎ツバメ。その二人と対照的に現実的かつ反骨心を感じさせる金森さやか。魅力的な舞台で暴れ回る女子高生3人組が物語の見どころになります。アニメ制作に関しても役どころがうまく分かれています。浅草みどりは自分の世界観を映像にしたいという情熱に燃える設定オタク。水崎ツバメはアニメの中の人物、動物、情景すべての演技にこだわる骨太のアニメーター気質。どちらかというと自由奔放なこの2人と対照的な金森さやかは、スケジュール管理、外交、金策などプロデューサーのような役回りを演じます。面白いのはこの金森さやかのキャラクター。資金繰りや企画進行など現実に直面する役回りを担うにもかかわらず、鋭い言動や大胆不敵なアイデアを繰り出す彼女の動きは、クリエイティブな2人に引けを取らないスリルと切れ味があるので必見。彼女の存在が創作に関心のない人にも作品のめり込めるスパイスになっていると思います。その3、イメージの力。物語やアニメが好きな人にとってはここが一番面白く感じると思います。例えば彼女たちが乗り物のデザインについて議論するときは、突然乗り物が現れて彼女らがそれに乗り込むという描写から始まります。もちろんこれは彼女たちの妄想。しかし彼女たちの妄想は急にコマの中に現れて、妄想と現実の世界を曖昧にしてしまうのです。読んでいる私たちはいつの間にか彼女たちの妄想の世界に巻き込まれた錯覚を起こし、彼女たちの情熱とイメージの世界を目の当たりにする体験を獲得します。しかもその演出は物語の中でかなりの頻度で登場します。そのため物語を読んでいるのにイメージが連鎖する映像作品を見た後のような不思議な誤読感があり、作品の大きな魅力になっています。まとめると、この作品は魅力的な世界観をベースに、個性的な3人のキャラクターが溢れ出るイメージの力で物語をぐんぐん引っ張る作品と思いました。アニメ化が注目されているのも、そのイメージの力がどのように展開されていくかというところにあると思います。漫画の話で言うと、作品のテンポ感がいいのも魅力的です。クリエイターの業界話というよりも、イメージを形にする衝動、それをコンテンツにする過程の面白さとか好奇心にあふれた作品なので、クリエイターやアニメ好きでなくても共感できる作品だと思います。気になる方はぜひ漫画を読んでアニメに備えてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。